冬の強い季節風や大雨による洪水から屋敷を守るために周囲に植えた屋敷林のことをイグネと呼びます。このイグネは一体誰によってどのように形作られたのでしょうか。伊達政宗が来てね、そんで、この辺の水田開発をするときにね、その時に植えさせたっていうのがスタートなわけですね。宣伝班のね、政策として杉を植えなさいということがスタートなわけですから、やっぱり基本は杉なんですね。敷地内では薬となる草木を植えたり、自給のために野菜を栽培していました。湿地帯に水田を切り開いていく中で、イグネは農家の生活の拠点として重要な役割を担ってきました。モズです。モズ、モズの高鳴き、秋の象徴ですね。でこういうので季節感がね、これで感じるわけですよ。このイグネは生き物たちにとっても重要な生活拠点の一つとなっています。渡り鳥は繁殖地や越冬地に向かう際の羽休めの場所として利用したりします。野鳥が草木の種を運ぶことで、一軒の家で200種もの植物が生える豊かな林になりました。イグネはトンボやカエルなど水田の小さな生き物たちが夏の暑さをしのぐ場所にもなっています。このような生き物たちは稲の害虫を食べ、米作りを行う上で重要な役割を果たしています。大崎高度には米作りと密接な関わりがあるイグネが数多く残っています。世界農業遺産の大崎高度、人と生き物とが共生する環境が豊かな生物多様性を育んでいます。